包丁には両刃と片刃の包丁があります。この動画では片刃包丁の研ぎ方をご説明します。砥石には荒砥石、中砥石、仕上げ砥石があり、中砥石と仕上げ砥石を使った研ぎ方をご紹介します。まず砥石を水につけ、気泡が出なくなるまで水を含ませます。気泡が出なくなったら準備完了です。平らな安定した場所に設置します。包丁の柄を利き手でしっかり持ちます。向きは刃を手前に向け45度の角度にします。刃のしのぎ筋までの平らな面を砥石にぴったりと当て、さらに小刃先と砥石の間に隙間がなくなるまで刃を起こします。反対の手を刀身の研ぐ部分に添えて研ぎます。目安は1箇所で約20往復くらいです。砥石の縦幅をすべて使って研ぎます。刃の角度が上下にぶれないように気をつけて研ぎます。表面が乾かないように少量の水をかけながら研いでください。研いでいくときに出る研ぎ汁は刃を研ぐために必要ですので洗い流さないでください。最初に刃元を研ぎます。次に中央部を研ぎます。最後に刃の先端部を研ぎます。刃先は切っ先が砥石に当たるようにさらに角度をつけて研ぎます。研いでいくとザラザラした返りが出ます。刃の全体に返りが出るまで研ぎます。次に刃を裏返し返りを取ります。包丁が砥石に対して直角になるように構えます。刃を浮かせないように砥石にぴったりとつけて研ぎます。軽く刃の先端部から中央部、刃元へと10回程度研いで返りを取ります。仕上げは仕上げ砥石で行います。表面に出た小さな返りを取って完了です。研ぎ終わったら水で洗い、乾いた布で拭いて水気を取って保管します。 2、3 週間に一度は研いでいただくと、このように切れ味が元に戻ります。